GoogleDocs。はい、朝も早いセッションから150人ぐらいの方ですかね、競合ひしめくセッションの中でですね、こちらいただいて選んでいただき、本当にありがとうございます。で、せっかくの機会なので、こう皆さんのですね、こう聞きたいことに合わせて中身とかも変えていきたいので、ちょっとだけアンケートさせていただきたいんですけれども、この中で、実際に起業を考えているということで来てらっしゃる方ってどのぐらいいらっしゃいますか？手を挙げていただいていいですか？おお、これ結構いい熱量ですね。これちゃんと顔覚えて後で反応した方がいいですよ。はい。じゃあ次にその企業の中で、シェアリングエコノミーだったり P2P エコノミーだったりオンデマンドエコノミーとかをこう組み合わせること、ないしはそれでやろうと思ってる方ってどのぐらいいらっしゃいますか？お、ライバルですよ。潰した方がいいですね。結構もっとありますね。じゃあ一方で、今、大企業だったりとか企業にお勤めなんだけれども、こういったシェアリングとか新しい流れを活用していきたいっていうふうに思ってらっしゃる方ってどのぐらいいますか？あ、やっぱこっちも多いですね。じゃあ、はい、起業家成分3割、大企業の中でのシェアリング成分7割、残りじゃないですけど 100% 超えてますけど 5% でライバル潰す成分ということで、いきたいと思いますけれども、であとですね、今回テーマ、保有から共有へということで、結構昨日セッション見てたらですね、ラップトップで議事録を取ってらっしゃる方とかいらっしゃったので、このセッションちょっとすいません説明長くて、Google 方式でやりたいと思います。URL 出していただいていいですか？はい。Google ではですね、議事録が後から送られるっていうのがクソなんですね。あ、F ワード言っちゃダメですね。はい。どうやってるかっていうと、この中で Google Docs 使ったことあるよって方ってどのぐらいいらっしゃいます？あ、結構いらっしゃいますね。大丈夫ですね。はい。Google Docs のですね、特徴はリアルタイムで、たくさんの人が同時に書き込むことができるんですね。なので、この URL、はい、bit.ly/17、大文字で ASKA シェアリングにアクセスしていただくと、今回の議事録の、Google Docs にアクセスできます。でここで、皆さんできればですね、ここで喋ったことをどうせローカルでメモするのであれば、こちらの方にですね書いてっていただけると、みんなのためにそのまま活用できますし、あと私が基本的にはずっとこの、議事録見ておりまして、議事録の方ですね、ちょっとじゃあ画面変えていただいて、はい、こんな感じですね、出てきます。なのでちょっと下の方に行っていただいて、アクセスした方ですね、このチェックインってところにですね、ちょっと試しにものを書いていただけるとですね、もう実際書けたりするんですね。例えば今だと、はい、私がこう書くと、みたいな、あれちょっと下の方に、あれ出てこないな、はい、みたいな感じでこうどんどん書けるので、その下に行ったところにですね、こうどんどん、はい、議事録書いて、あとここの質問ですねに書いていただけると、途中で皆さんの質問を僕が拾って、モデレートに入れていきます。はい、で実際Google ではですね、こういう議事録を使うことで、もう打ち合わせが終わった後に全部の ToDo が出来上がってるし、さらに言うと議事録がリアルで喋ってる以外に、もうこのオンラインの議事録の方でこれ分かんなかったところをエンジニアに聞いて使用書ちょっと貼り付けといてくれたりとかですね、要は会議が二重に進むんですね、リアルとバーチャルと。なんでぜひこういうやり方も学んでいったりいただければと思います。はい。アクセスできる方がね、やってっていただければですけど、じゃあちょっとすいません、前説長くなりましたけども、本題ということで、今日は本当にシェアリングエコノミーのですね、最先端やってる経営者の方々に来ていただいてるんですけれども、正直多分シェアリングエコノミーに関してのお話っていろいろ聞いてること多いと思うんですよね。で実際クラウドっていう言葉が、オーライリーが Web2.0 という言葉の中で定義してからもう10年になりますし、で、シェアリングエコノミー自体も Uber や Airbnb が、始まってから6、7年、いわゆる、ハイプカーブガースナーさんでいうともう社会定着期だし、むしろシェアリングエコノミーに関しては幻滅期に入っていると思うんですけれども、はい。日本はこれからでございますけれども、はい、なんですけど、実際そのシェアリングエコノミーとかやってて思ってもいない使われ方とかですね、いろんな使われ方が出だしてるねっていうのでさっき盛り上がったんですけれども、例えばどうですかね。はい、ランサーズ秋吉です。おはようございます。そうですね、僕らでいうとスキルのシェアリングサービス今させていただいてて、クラウドソーシングと呼ばれたりするんですけれども、想像するのがデザイナーとかエンジニアの人をこうマッチングしてスキルシェアリングするんだよねっていうので最初始まったんですけど、最近ですねそうじゃなくなって、それももちろんあるんですけど、人事とか経理とかもうそういう仕事が今シェアされて、人事経理で、なんと僕個人的にはですね、秘書が今1000人ではおりませんで、オンラインの地方の長野か富山どちらか忘れてしまったぐらい顔を見たことのない人に、じゃあ東京以外の方にも任せてるんですか。はい、チャットでしか会ったことがないです。だから今日のこの飛行機の予約もその方にお願いしました。飛行機の予約まで。はい、お願いしました。はい。じゃあその方ってどうやって会われて？普通にランサーズで募集してアシスタントを募集。で月10万円ぐらいですね。で10万円って言うと安いって感じるんですけど、時給にすると2、3千円ぐらいなので、その方1日空いた時間1、2時間で週4、5ぐらいなので。で秘書持つってすごい大々的なことに思われがちですけど、10万ぐらいでできるできちゃうと、はい、しかもそれ地方の方だと結構いい収入だし、そうですね、で在宅でできるし、はい、兼業でできるしみたいな、その方もお子さんがいてっていう、そういうふうに広がってくると結構いろんな事例が出てくると思うんですけど、重松さんのとこどうですかね。はい、空きスペースの活用というか今、スペースの、レンタルシェアリングをやってますスペースマーケット重松と申します。今本当になんか来てんな、面白いなと思うのが結構自宅をですね貸し出す人たちがだんだん増えてきていて、住んでる家を貸すんですよ。サラリーマンが要するに朝8時から夜10時ぐらいまで仕事行ってるじゃないですか、その間を貸してる人がいて、で彼はすごくてリモートカメラをつけて、入り口スマートロックで完全に遠隔で管理してるんですよ。おお、ちゃんと見れるから安心だと。そうなんです。でじゃあ今から開けますねピーみたいなでこう開いて入って、でも他人のもう人の家なんですけど、僕も使ったことあるんですけど、リノベルでリノベーションして、2、300万ぐらいでリノベーションして、多分家賃15万ぐらいのところなんですけど、結構ね中古物件でもおしゃれになりますもんね。そうなんですよ。それでもう要するにフォトジェニックなスペースを作って、で、だから彼それ土日も結構今フル稼働してるんで。じゃあその人どこにいるんですか。いやで多分スペースマーケットまた別の場所借りてんじゃないですか。スペースマーケット難民みたいな。でも実際ありますね。僕も先週まで僕も喋っちゃっていいですか、モデレーターなんですけど、アムステルダム行ってたんですけど、アムステルダムってAirbnb がちゃんと政府と協力して1年間に60日上限でロックがかかるようになってるんですよ。だから逆に言うと、なんとなくエアビーって今ビッグトモローとか見るとそのエアビーで借りて投資で儲けるみたいなことになってるんですけど、基本的にはもうアムステルダムって今言ったように住んでる家を貸すなんですよね。で僕が借りたところは父子家庭のところですごいおしゃれなマンションだったんですけど、で住んでる人どうしてんのって言ったらおっしゃる通りで、この金で旅行に行ってるって言ってて、まさにそういう感じですね。だから人に日常を貸して自分は非日常を味わうみたいなことをされてらっしゃりするんですよね。そういった観点でいうとちょっと 2B 活用とかいろんなとこも出てくると思うんですけども、どうですか金谷さん。駐車場のシェアをやってます、金谷と申します。お願いします。秋っぱは駐車場のシェアをやってまして、空いているマンションとか月決めとかの駐車場を15分単位で貸し出しているというところで、通常はやはり駐車として使われるんですけど、最近は丸亀製麺やっているトリドールさんが、うどんのトリドールさんが、今、結構野菜を売ってましてですね。EC とかで。それは野菜をやってる事業をやっていて、で秋っぱさんの駐車場ので場所を探してそこでマルシェをするんですね。ああ、マルシェってフランス語で市場って意味で、はい、まあ、いわゆる朝市ですよね。朝市って言えよって感じですけど、トラックを持ってきてそこで空きっぱの駐車場に止めて野菜を販売する。これめちゃくちゃ売れるんですよ。驚くべきほど。もともと駐車場ってだって交通の便のいい場所にあるから、はい、じゃあそこで商売やっちゃえと。そうですね。いう活用されてるってことですか。はい、それが増えてきてますね。はいはい。はい、まあ確かに駐車場でオフィスランチタイムだけね、ご飯のね車が来たりとかもありますもんね。そうですね。まさにお弁当販売の会社さんが使ったりもしてまして。じゃやっぱそう人が集客できる駐車場は高くなるってことですか。そうですね。需給に応じて価格を設定しますので。面白い。はい。いやだから結構面白いのが、さっきの自分の家貸してるって例も駐車場の例もそうですけど、逆に今までってそういう交通の便のいいところにいると家賃高くてつらかったじゃないですか。でも今度逆で高い便利なところに住んだ方が利用に近づけれるから、結果的に使ってない部分の収入が賄えるのでお得っていうですね。はい、ここメモポイントです。はい、ですよね。でそういう観点でいうと、その名刺管理とかって企業の中のツールっていうところだとどうですか、寺田さん。いや、ちょっと頑張ってつなげて喋りたいんですけど。はい。ちょっと無茶ぶりでしたね。やっぱ我々も名刺のシェアってことで、もうやっぱりもうシェアリングエコノミーだなと思ってるんですけど、そうですね。まあ我々名刺管理やってるんですけど、その企業の中で人脈とか人とのつながりっていうのを隠すんじゃなくて、まあ、シェアしていこうっていう意味ではこのテーマに沿ってると思うんですけど、まあ、単純にやっぱりこう今だとこう大企業が何千人とか入れるわけですね。そうするといきなりデータベースで何百万枚のデータベースできたりして、まあ、その中でその企業として今まではこう横のつながりがないよとか、なかなか協業進まないよって言ってたものが、あ、本当にそことそこつながってんだったらちょっと紹介してよみたいなことが社内でこうどんどん起きてって、こう企業の組織文化が変わっていくみたいなのが結構出てきてますかね。でまあ、名刺ってこう人と人の出会いなんで、我々もそれをどうエンカレッジするかってことでは結構 AI とか入れながら、まあ、実験していて、出会うべき人をこうどう社内の人脈とかを掘り起こしてリコメンドしていくとビジネスにつながっていくかとかってことをやっていますね。なので、まあなんか企業文化をシェアから企業文化を変えていこうみたいなことがよく最近は事例としてできてる感じですかね。はい、今言われたそのシェアをすることでその新しい接点が生まれるっていうことだったりとか、まあ多分この先で言うとシェアっていうことで、まあなかなか自分のとこで手に入らないデータが溜まってきますみたいなところって、なんかいろんな活用があると思うんですけど、なんかその辺で皆さん、まあ、多分重松さんとか一番多いですかね、そのシェアで新しい接点で何か生まれるみたいな話とかって。そうですね、最近面白い事例があって、愛知の豊田市で、まあ、古民家を回されてる方がいらっしゃるんですけど、でその方76歳かな、もうおばあさんなんですけど、まあ、スペースマーケットとあとエアビーもこう、まあ、ダブルで回されてる方で。ね、年間700万ぐらいその古民家稼いでるんですよ。でその味を占めて会社作られて起業したんですよ。うん、起業して、うん、だからもう複数だからやろうと今されてたりとか、だからもう本当あと本当に主婦の方がもう自分のなんか3階建ての1階をこう貸し出して、うん、でもガンガン稼働するようになっちゃって。うん、でなんか2店舗目を物色してるみたいな、なんかそういう新たな、まあ、なんですかね、食いぶちじゃないですけど、うん、とか、まあ、あと毎日いろんな人が来るんで、そのおばあさんとかもそうやっぱ元気になんかみるみる元気になってるんで、そのなんかやっぱ楽しいんですね。稼ぐってやっぱ楽しいことなんで、多分これシェアエコ系の共通すると思うんですけど、なんかやってる人すげえなんか楽しそうじゃないですかね。そう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 、それがすごい面白いですね。そういうところで言うとやっぱりランサーさんのところでそういうふうに生き方が変わったとか、いろんな刺激を受けたりとか。そうですね、まあ、かなりいろいろ事例はあるんですけど、うん、最近聞いて衝撃だったというか、はい、まず見た目がどう考えてももう100歳近い人がいて、100歳で、まあ、年齢聞くと85歳なんですよね。で100歳じゃないかなり 15% ぐらい差が読んでますよねでその方がですね、まあ、ランサーズで生活してるんですよ。うん、で経歴聞くとものすごくて、元外務省の外交交換にお勤めで、まあ、日本語と英語がペラペラで、で何やってるかというと翻訳を地方でやっていて、もうずっとパソコンの操作は全然ダメなんですけど、文字でこう書き起こして、でそれをこうパソコンに転換するみたいなことをやって、月にまあ結構いいお金を10何万20万円ぐらい稼がれてる方が、でもその方言ってたの全く一緒で、もう生きがいだと、まあお金でいうとまあ年金プラス10万20万っていうところで全然生きてはいけるんだけど、世の中とつながる機会が地方で85歳だとなかなかないらしくて、そこはつながれるっていうのが一番楽しいっていうのはおっしゃってましたね。その観点でそこで目覚めて、まあ、さっきの重松さんじゃないけど、そのプラットフォームオンプラットフォームってやっぱり結構アメリカとかでは出てきてて、結局シェアリングエコノミーがあるから、その上でさっき言った2軒目3軒目回し込ますみたいなビジネスとか、そういうふうななんか展開とかもあったりするんじゃないですか。そうですね、それはめちゃくちゃあると思いますね。はい、ランサーズで増えてる依頼もなぜか Airbnb の掃除とか。はあ、なるほどね。っていうのも増えていたり、ありますよ、かなり多くありますね。それ逆にないんですか、なんかお二人のところで、その自分のところのプラットフォームがあったからこんな新しいビジネスできましたみたいな。いや、まあなかったらないで流してもらっても。そうですね。はい、まあ例えばなんですけど、やっぱりカーシェアですね、うん、カーシェアの車をお貸してくださいという依頼が多くてですね。ああ、なるほどなるほど。カーシェアサービスを始めようとするとですね、車を置いておく場所が必要になるんですけども、うん、まあやはり探すのが大変なんですね。うん、ただまあ秋っぱに依頼いただくと、まあ、一瞬で20カ所とか確保できたりするので、そういった方が秋っぱの駐車場に車を置いてカーシェアをしてたりします、ね、だからもともと普通に車を借りようとすると、そのためのまあ敷金がいったりとか、はい、準備金がいるっていう形で起業のハードルが高いんだけれども、そのシェアリングっていう利用するだけ払うっていう形でやると、もう簡単に起業ができてしまうと。そうですね、いうふうにちょっと話し始めが言い詰まったんで、僕の方がフォローみたいな形でちなみに誰もこれ入れてくれてないんですけど、ちょっと。マジ？あ、僕の問題ですね。あ、本当だ。編集権限がいっぱい溜まってる。ありがとうございます。はい。今編集権限 OK にしましたんで、ちょっと試しに多分誰かが貼ってたものがドカンとこうコピペされたりしないのかしら。はい。大丈夫かな？議事録のとこに。ありがとうございます。はい。でいうまあ、話戻すと、さっき言ったシェアリングエコノミーによって結構全部が変動費になる、最初の重たいのお金がいらなくなるっていうのって結構いろいろ大事で、例えば面白い例で言うと、インドネシアのですね、最大のアマゾンみたいなトコペディアっていうコマースがあるんですけれども、これの配送の選択肢って1番目に出てくるのがバイク版のウーバーなんですね。うん、そうゴージェックさん、はい、だからもう昔は e コマースって地方に出てくの大変だよっていう話だったんだけれども、逆にトコペディアっていうとこの需要があれば、いやトコペディアのためだけにちょっとだけ物運んでやればバイト稼ぎになるからみたいな形でこうリニアに発達していくみたいなのがあって、非常にそういうのが面白いっていうのが出てきてますよね。だそういう意味でなんかサンサンさんの中にもそういう事例ってあったりします？無茶ぶりですかね。いやいや、なんかどうしよう。油断させないですよ。油断させないですよ。そうかと思ってました、はい、今登壇者だったの忘れてました。はい、聞き入らないでください。僕モデレーターですから。はい、話が面白いんでうんって聞いてましたけど。何でしたっけ？なんか事例ですね。はい、そうです。三々があるから。三々があるから。上にこう新しいビジネスが出てきたとかですね。そうですね。まあ。33と僕ら8っていうのやってるんですけど、8自体はこうビジネスの SNS みたいなことを志向してるんで、基本的にはこう出会いですよね。人と人がビジネスってこう出会いの重なりだと思うんですけど、どう出会っていくかっていうところに関しては、33を企業で使ってる場合もそうですし、8の中で人と出会ってビジネスになりましたとかですね、ありきたりですけど、そういうのは結局僕らのプロデュースするというかエンカレッジできる部分だと思うんですよね。でなんかこう弱いつながりみたいなところからどうやってこうビジネスができていくかみたいなことを結構社内でサイエンティストとか使ってやってて、こう出会いの連なり、年間今だから何億枚か名刺が来るんですけど、大体日本の名刺交換の 10% ぐらいが入ってきてると思うんですよね。 10%?10% か 15% ぐらい入ってると思います、はい。でまあこうビジネスって人と人が出会って、それがその大抵の場合は企業対企業のこう線と線に変わっていくわけですね、うん。こう点が線に変わっていく様みたいなことをこうビジュアライズしたりして、うん、そうするとこの線に変わっていく可能性のある点はどこだみたいなことをそれこそAI 使ったいろんなことしながら、じゃあ会うべき人を出してあげるとかっていうことを先回りしてあげれると。今やってるそのプラットフォーム上でのビジネスの出会いって結構まあ原始的な、うん、あまりこう科学的じゃないもんなんですけど、ここにいかにこうそういうものを入れていくかっていうのを、だから結構できるなと思ってて、うん、その本当にこうビジネス、つながりビジネスにつながっていったであろう出会いをラーニングしてって、うん、それをこうリコメンドするみたいなことをやろうとしてますっていう紹介にしていいですか。いやもうめっちゃいい話じゃないですか。そういう観点でいうと、さっき2番目に話をしていた、シェアリングが動き出すとそこに今まで見えなかったものが見えてくる。だそこを使って何か新しい機会を作るみたいな話って、あればぜひみたいなところですけど、もう一つだけじゃあ言ってみます、はい。あとそのこれもありきたりですけど、その8の場合は、人がこうプロフィールが変わってくるんですね、はい、名刺で。でこのある程度転職って、1年で転職したら失敗に近いよねとかいうので、こうステーキ感を見て成功っていうのを定義して、この人がこのタイミングでこういう会社にネットワーク分析かけてですね、なるほど、転職すると転職確率は成功確率が高いみたいなことをも今実験としていろいろスタディしていて。そういうまさにそのデータが溜まってきたときにビジネスマッチングをもっとシンプルにするとか、人と企業のマッチングをシンプルにするっていうことで価値をこう上げていけないかってことはかなりできるなと。だからもともとそういうのを目指してましたっていうところで言いたいんですけど、やっぱこう結果として溜まってきたデータっていうのを改めて見たときに、いろんな可能性あるよねっていう議論を今中では結構やってます、ね。だから結局これ面白いのが、今まで会社の中の活動って売り上げとかどれだけ面談したかとかっていう行動でしか測れなかったのが、33さんによってどういう人と話してるのかとかで、それがどういう会社と話してるかだったりとか、もっと言うと会社の中のどういう職位の人と話してるかだったりとかで、もっと言うとその職位の人も同じようにどういう会社のどういうレベルの人と付き合ってるかだったりとか、あと交流の数がたくさんある人と付き合ってるかみたいな形で、今まで可視化できなかった部分が可視化できてるってことですよね。うん、でそうすると逆にそれによって本当に活躍してる人っていうのが見えるようになるっていう、だからほっとくと僕ずっと解説してしまうんでなんかそういうどうですか、人が働くっていうところでいうと秋吉さんのとこもそうだし、場の活用というところでいうとお二人もそうですけど。僕らも33さんのお話で言うと似たようなことをやっていて、はい、クラウドソーシングとかランサーズのいいところって単純な職歴とか転職したっていうだけではなくて、うん、この人が基本的にメッセージは5分以内に返信する人かとか、納品物のクオリティとか、うん、コミュニケーションの内容が雑か丁寧かみたいなことまで追えるので、はいはい、あとA さんという人がいた時に B さんっていう企業と一緒にやった時は評価は悪いんだけど、 C さんとやるとなぜかずっといい評価だみたいなのがあるんですよ。で今のランサーズって同じようにちょっと原始的にこの仕事してほしい手挙げるっていう形式なんですけど、実はその形式じゃなくて、この A さんだったら B さんっていうところを科学して、Facebook のもしかしたらこの人つながりかもじゃないですけど、あなたはこの人でやった方が仕事いいかもみたいなことができないかっていうのできそうですね。でそれっていうのはどっちかというとスキルっていうよりもその人の性格属性とかの方がマッチングには効くなと思ってます。なんかやる気満々で重松さんがマイク持ちましたけど、はい、もうマイク持っちゃいましたね、はい。やっぱりスペースもやっぱり最初起業した時やっぱり会議で疲れんじゃねえかとか、もうなんかこういうのに疲れるいろいろ考えてたんですけど、やっぱりやってみると今すごい稼働してるのなんかキッチン付きスペースなんですよね。キッチン付きスペースを借りて会社の飲み会やるとか、なんか最近闇女子会って言葉なんですけど、はい、闇女子会やるとか、あと人に言えないようなことがでこの春流行ったのがなんですかね、インドア花見ってやつでインドア花見の要するに桜のなんか枝を一本こう飾ってて、インドア花火じゃなくて花火じゃないですよインドア花火っていう。そうで、あれってインドア花火ってなんであれが流行ったかっていうと、会社のその花見って皆さんもなんか経験したことあると思うんですけど、夜やると寒いし汚れるしトイレ汚いしでご飯冷たくてまずいんですよ。でその負をレンタルスペースでやればあったかいしね、まあ花見別にそんな花もそんな見てるわけじゃないんで、まあ花ってきっかけが大事なんだっていう、なんかそういう需要がなんかいろいろ出てきて、なんかそういうなんか今まで考えたこともないような今古民家とかもやたらそのコスプレイヤーさんもめちゃめちゃ借りてくれるんですよね。要するにレンタルスタジオを借りるよりそこで借りた方が本物感、なぜなら本物なんで、本物感も何もないんですけど、本物なんでそういうのとかでいろんなそういう使われ方がどんどん出てきていて、でだんだんそれがなんかまさに AI とかそういうのを多分入れていくと、この人はこういう傾向がこういうのを今まで使ってきたこういう傾向があるからこうどうだみたいなのが多分だんだんできるようになってくるなっていうんで、今ちょっとそれも今準備してます。はい、特にスペースマーケットさんって個室の中でできるから、やっぱりさっきの古民家の話もそうだけど、非日常を日常の中にどう取り組んでいくかっていうところで、その非日常性のバリエーションがいっぱい出てくるってことですよね。ちょっと一ついいですか。秋葉はですね、駐車場予約なんで誰がどこに行くかすべてわかるんです。ですので、そうなんですよね。怖いこと言いましたけど、でもクーポンを送るぐらいなんです。例えば大阪のこの地域に泊めた人にはセレッソ大阪のちょっと割引クーポンを送るとか、そういうことをやってるんですけど、1試合で大体300人ぐらいそこから動くんだ。でも大体あれですもんね、 TPO が決まってるとそこで駐車場借りる人のビヘイビアって決まってますもんね。そうですね、そういうのもありますし、あとは車種と年式とかを入れていただいたりするんですけど、なるほど、そうすると収入とかそれで家族構成が分かるから、多分子供連れじゃねえかとか妄想広げすぎですね。それもあります。あとは中古車のやっぱりプラットフォームの会社さんがそれをね欲しがるっていうのもあるかもしれない。そろそろ車を買い替える人がどうなんだっていう。そうですね、この人車検もうすぐ来るなってなったら例えばね車検の会社さんから送ってもらうといいですよね。だから実際今アメリカだとウーバーとフォースクエアさんが提携して、ウーバーっていうのはタクシー的なシェアリングで、フォースケアってちょっと最近はマイナーになっちゃいましたけど、この場所にチェックインするっていう、いわゆるローカル情報のとこですねが提携して、そのウーバーでこっからここに行くってことは多分ここに寄った方がいいんじゃないですかみたいな広告を出すみたいな形で、やっぱ行動が、データになってって、で行動に対して先読みした情報を提供してあげると、それは広告じゃなくて情報に変わって、でユーザーが使ってくれるからそこにお金が生まれるっていうような、ビジネスが生まれてますし、あともう一個大事なのはやっぱりシェアリングエコノミーってファイナンスサービスとの相性めちゃめちゃいいですよね。なんか反応してくれましたけど、やっぱりその信頼が可視化されるので、例えばランサーズで高評価の人は多分スペースマーケットも多分綺麗に使ってくれるわけなんですよ。当然アキッパもそうですけど、なんですかね、そういう人はメルカリも多分綺麗に使うしっていうんで、そのソーシャルスコアじゃないですけど、そういうのが可視化されていくと、こいつ大丈夫なんで金稼せるなとか、それ中国もなんかやろうとしてますよね。そうですね、すでに。実際中国の中ではそのソーシャルレンディング系のサービスとウーバー的なサービスっていうのがくっついて、つまりはウーバーをその2年間毎日その5とか4のスコアしかもらわない人ってめちゃめちゃコツコツやって真面目な人なんですよね。だからこういう人には車のローンを安く提供しましょうみたいなものが出てきたりだとか、あとここにプラスアルファしてそのブロックチェーンっていうのが掛け算してくると、先ほど重松さんが言ったように信用の可視化されたものが他でも契約取引データとして使えるようになるんですよね。だから実際やっぱり Airbnb って今ものすごい勢いでブロックチェーンの技術者を雇っていて、多分僕の予想では Airbnb が最強の住宅ローンの会社ないしはリートの会社になるっていう、やっぱりこうシェアリングからファイナンスへの組み合わせっていうのはものすごくあるんじゃないかなと思いますけど、その辺その B2B 系とかどうですか？はい、はい、まあ無茶ぶりすれば、ごめんなさいね、無茶ぶりすれば何でも拾ってくれるキャラっていうふうに完全に思っちゃってるんですよ。全然大丈夫です。ですね、じゃあ、あれですよ、そのビジネスマンとしてのプロファイルが入ってるんで、はい、どこの会社の部長さんとかね、うん、どこの会社の課長さんとか、まあ、そのヒストリー見ると金貸せるっていう、稼げるのか分かんないですけど、まあ、でもまあ実際ビジネスマンとしてのプロファイルっていうのは収入と直結しているので、はい、うん、そういうものを使っていかにそこにこう付加価値を提供したり意味のあるサービスを提供していくかっていうのは結構非常に重要視してやってますね。であとまあその企業っていう意味でいくとさっきの話じゃないですけどその何ですかね、企業が持っている顧客アセットが日々更新されていくわけですよね、うん、そうするとじゃあその顧客アセットから見た時に組織内をクラスタリングしていくと今組織って本当に正しい状態になってるんだろうかってこともプロファイルされたりするので、うん、その接点情報が可視化されることによってプロファイルできていくものってやっぱ想像したよりかなり大きいなと思っていて、でそこでじゃあプロファイルされたものに対してじゃあなんか新しいサービスで金貸すとかいうこともあるでしょうし、うん、まあそこにその経営のインサイトに B2B の場合はインサイトに近づけてコンサルサービスやるとかですね、まあなんかそういう展開が見えてきたなっていうのは最近の状態ですかね。はいはいはい、だそういう観点でいうとその今言ったようにやっぱりプロファイリングされていくことでその細やかなサービスを提供していくことだったりとか、あとはそのやっぱり信用が可視化されるっていうところで、まあ今まで企業間の取引だったりとか、まあ今までどうしてもね大企業とか、まあそういったものでしか判断できなかったものがやっぱ判断できるようになる。そうするとやっぱ中小企業だったりとか個人にそのもう一回光が当たりやすくなるみたいなところがすごくあると思うんですけど。個人というバランスははい。でも特にフリーランスってお金借りれないんですよね。で住宅も借りれないし、ただまあ例えば日本を代表する大企業、例えば何があります？何でも言ってください。どこが？日本を代表する企業ですか？代表する。それやっぱグロービスさん。あ、グロービスさんですよね。じゃあ例えばこれ実際グロービスさんかどうか置いといて、グロービスさんが九州に住んでいる53歳の、はいフリーの人に毎月230万円ホームページの運用をお願いしているっていう事実があったとして、これが1年半続いていると。なるほどね。でこの53歳の九州に住んでいるフリーの人っていうだけ見ると、うん、ちょっとこう金は貸せないけれども、まあ、例えば僕とかバリ島住んでるよくわかんないやつだと怪しいじゃないですか。怪しくないですよ。怪しいただそういう仕事をずっと継続してもらってるんだってトラッキングデータがあれば余震になってお金貸せると思うんですよね。それでも Google の発明と同じですね、うん、で Google ってもともとページランクっていう特許から生まれて、結局これ何かっていうと信用する情報があるページからリンクされてるところはいい情報だろうってことですよね。だから僕の場合グロービスからリンクが貼ってあるからちょっと大丈夫でも大丈夫かな、借りれるっていうその考え方面白いですね。可視化されていくっていう。だからシェアリングが進むとそういうものが家のトラッキングもそうだし、うん、駐車場を貸してるトラッキングもそうだし、うん、ここ共有したいですよね、データをね、信用データをね。俺も入れてください一応マイクだよ、マイクね、でっかくなるからね、クロスするとこのクロスのビジネスはめちゃめちゃでかくなる。シェアエコ協会でそういうことをやろうとしてるんじゃないですか。シェアエコ協会の理事なのでそこはやろうとしてるんですけど、でも実際今エストニアではそういうことになってきていて、エストニアの場合はまだ人口がもう200万人ぐらいなので、もう国として ID を全部統一しちゃって、その ID しか使うんだと。でなおかつその ID に紐づいた、プライバシー信用データっていうのはクロスデータっていうプラットフォームを使ってきちんと個人がこのデータは出す出さないっていうのを決める形で、プールするようになっていて、でそれを API を使って、いろんな事業者さんが活用できるみたいなことになっていて。でそういった形の動きとかっていうのがどんどん進んでいたりだとか、だから今すごい面白いのがエストニアにいろんな地方の都市の方が知事とか市長の方が行ってるんですよね。結局もう国のプラットフォーム使うよりもエストニアのプラットフォーム使った方がオラが町オラの市改革できんじゃねえかって話になってて、なんかそういうふうにさっきも言いましたけども、まあ、保有から利用共有に変わるって、その個人のレベルじゃなくて国とか企業とかそういうレベルの人たちが新しいことをやりやすくなるっていう環境づくりっていうのに入ってきてるっていうのもすごく面白いことなんですよね。はい、で結構今日ちょっと質問にも時間を取りたいので、まあ、あと5分10分ぐらいで、じゃあやっぱり今日の、まあ、ミーティングセッションの趣旨でもある、やっぱ皆さんにできるだけ応援材料を、まあ、提供したい、熱を提供したいっていうことでいうと、まあ、ちょっと、まあ、事前にお話してた質問ではありますけれども、今全くビジネスやってなかったと皆さんがした時に、はい、どんなサービスで起業しますか、まあ、ないしは今日起業するという方よりも大企業の中で、まあ、新規事業ないしは大企業の中で取り組むっていう方も多いと思うので、この時点から始めるとしたら、まあ、企業だったらこれ、大企業の中だったらこういうことするよみたいなのをですね、アドバイスをぜひ回していきたいんですけど、これはまあ挙手順でいきましょうかね、大喜利っぽく。はい、はい、はい、さすが。最初に言った方が楽なんですよね、実はこういうのね。いや結構やりたいビジネスいろいろあるんですけど、はい、やっぱあとライドシェアやっぱり来るなと思っていて、うん、まあ先ほどもちょっとお話ししましたけど、やっぱりそのローカルでやっぱりマーケットがバカでかいんで、今当然ちょっと日本はまあ Uber とか、まあ、今なかなか使えないような状況になってますけど、ローカルで先ほど何でしたっけ、オースティン出して、オースティン、そうですね、はい、オースティンはライドオースティンっていうその NPO がもうウーバー出てけっつって、でウーバーのもう完全コピーのアプリをですね NPO が配るみたいなことやっちゃってるんですよね。うんで同じようなニーズやっぱり地方の自治体とかもすごい聞くとあるんですよ。はい、で今やっぱ税金でバス走らせるより要するになんかボランティアの人がなんかこう乗り合いみたいな感じでやるみたいなのが動きで NPO でやっぱ出てきていて、でそれは自治体も応援するような今形になってきてるので、なるほど、で同じような座組で多分いろんな地方をこう席巻できる。アプリみたいなの多分できるんじゃないかなっていうのを思ってますね。で特に大きいのがさっき言ったように Uber ってもう始まって6年なんですよね。ってことは技術的に見ると実はもうコモディティ化してる、そうですね、もう一般的なものになってて、まあ、さっき言ったオースティンって、まあ、一番過激な都市なんでソースコードタダで上げるって言ってるんですよ。だからあなたたちももう始めれるんです、極端な話で、さらにボランティアってことを掛け算するともっと広がりが持てるって話ですよね。うんうん、ライドシェアのとこと、まあ、ちょっといろいろあるんですけど、まあはい、一旦そのライドシェアのところですね。そうですね、はい、どうですか他の方。はい、寺さん、はい、ちょっとだけ抽象度負けてですけど、はい、これこの間ある投資家の人から言われてそれ超面白いなと思ったんですけどペットのエアビーあるんですよね。めっちゃ大事。いやでもなんかその例えば僕は家族行って子供いいんですけどペット飼うのは難しいんですけどすげえ預かりてえなと思うわけですよ。一時的にね預かるんだったら OK レンタルしたいってニーズがあって、うん、でそれがだから逆にこうサービスとして反対側から見た時に成り立つんだなと、はい、これとかやっぱすげえなと思ったんですよ。でちょっと早くやった方がいいんじゃないこれ言っていいのかな分かんないけど、まあ、彼はそのテーマとしてそれを追ってると、うん、でまあいろいろこう実はペットだとこういう法律かかんないよとか、うん、ペットのライフタイムバリューめちゃめちゃ高いんだとか、うん、ソーシャルに上げやすいんだとか、うん、すげえなそれと思って、うん、やっぱりこうシェアエコとかっていくらでもまだまだあんだなと、うん、で自分の本当に身近なニーズみたいなところでこうポッとシンプルに考えていくとそういうのポンとぶつかって、うん、それがマクロなトレンドとこうぶつかっていくとバカッとこう間が見えてきて突っ込めるみたいなものっていくらでもあるんだなと思いました。そうですね、だから今のパターンって結局所有してることが困るっていう時があるっていうことで、じゃあその困るっていうことをむしろ、ありがたいって思うシチュエーションがある。だからまあ極端な話子育てだって、ね、自分が夫婦で子供がいた時のトレーニングのためにもちょっと預かってみたいみたいな需要もあるかもしれなくて、もしかしたら皆さんが持ってる所有の中で出てしまう、まあ、ちょっとした苦労っていうのをありがたく思う人っていうのがどういうふうにいたらいいんだろうみたいなことを考えればいいってことですよね。面白いですね。とかそのペットのアイディアこれ録画で共有切っておいてもらった方がいいんじゃないですか。大丈夫ですか。ちょっと喋っていいですかって言ったらいいですよって言われて。あ、本当ですか。よかったよかったよかった。はい。あ、行きましょう。はい。最後は嫌なんで。そうですよね。最後プレッシャーかかってますよ。考えてますよもう。はい。まあ今というか僕秋葉が始まったきっかけって実はですね、まあ、社員の困りごとを200個書いて、はい、そこに駐車場の困りごとがあったから、うん、それを解決しようということで空きっぱ始まったんですけど、うん、まあ、その空きっぱを始めるときに実は他にも3つぐらい候補があったんですね。そのうちの1つがいまだに世の中になくて、ぜひそれを誰かにやってほしいなと思っていて、はい、こういう場で話し続けてるんですけど、私は高校生の時からずっと高校生の時もサッカーをしてましたね、はい、その部費を払うのがバカらしいなと思ってたんで、でも全員同じジャージ着てるんでね、うん、まあ同じカバン持ってるんで、うん、そこにこう誰か広告入れてくれないかなと思ってたんですね。そういったニッチな広告を、うん、まあ、オンラインでマッチングできるようにしたいなと思ってまして、例えば車のリアガラスでもいいですし、うん、もう切り売りして、そうですね、あとパチンコ屋の5キロ手前の家に住んでる人とかだったら、ああそれも面白い面白い、この先に、うん、あると、まあそういう、うん、街看板出すとか、看板のこうマッチングですかね、うん、そういった空きスペース多分たくさんあるんで、はい、まあ人の頭もそうですしね、うん、だからさっきのあれですよね、そのさんさんさんがおっしゃられた、要はプロファイリングができたりグルーピングができると、当然そのグループにそのアプローチしたい広告主だったりとか、はい、まあビジネスパートナーっていうのが現れると、はい、でまあ、それの一番分かりやすいのが、まあ、さっき言ったような、まあ、部活だと、はい、もう確実になんかね、はい、地元のスポーツ店はなんか協賛したがったりとかするかもしれないし、で実際アメリカではそういうグループの方に専用のクレジットカードを、はい、作るサービスとかもあったりするんですよね。はいそうですそうです、おっしゃる通りそうです。はい。とかあとまあそれがもう一個はやっぱりリアルが今までグルーピングできなかったけど、さっきの街看板だったりとかっていうのもできるって、それめちゃめちゃ面白いですよね。それぜひメルカリみたいにこうやってやっていくと、何々高校ジャージスポンサー、俺もスポンサーしようかみたいな、次1万円とかだったら確かに確かに、はい、うん。そうしましょうか。そうそう、メルカリでね、メルカリで売っちゃえばなんか3日間だけねスポンサーできるとか、うん、なんか彼女に結婚の告白する時だけ出すとかね、そういうこともできちゃうかもしれないし、ね、あれもうメルカリで解決しちゃいましたね。いや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 、はい、じゃあ鳥めっちゃ悩みますね。悩むんですけど、やっぱ何かサービス何しようかなと思ったんですけど、このゴールドダッシュ鶴橋売ろうと思いました。つまりこういった新しいシェアリングがいっぱい出るわけじゃないですか。鶴橋じゃなくて、はいはい、鶴橋じゃなくて、シェアリングエコノミーをやるにあたって何かこう補助的なジーパンであるとか、ゴールドダッシュでいうジーパンとか鶴橋的なサービスって超ニーズあると思ってて。だから結局ゴールデンラッシュにその金を掘るんじゃなくてジーパンを売ろうっていう、そっちのビジネスの方が確実になってくるし、でまあさっきのエアビーの掃除みたいな感じで確実にいろんなそのバーティカルが立ち上がってくれば、そこにはい細かい下支えをするサービスも出てくるっていうことですよね。はいはいっていうところでですね、まあ、結構時間となってきたんですけれども、じゃあここから質問タイムに入るんですけれども、せっかく先ほど手を挙げていただいたようにですね、まあ、結構シェアリング使ってビジネスやりたいという方が、はい、来ていて、質問も結構溜まってるかなという質問も見つつですね、できればこれせっかくの場ですから隣の人とちょっとペアになっていただいて、 できればできるだけ喋ったことない人と、はい、ペアになっていただいて、今日のこの1時間のセッションの中で一番学びになったことは何で、これからこういう行動したいっていう話で、できればじゃあそこに追加して、このパネルの方がねこういうこと聞きたいんだっていうことを、隣の方と、はい、1分間話し合っていただいていいですか。はいいいですか。もう慣れてますよね、普段グロービスの授業とかで。はい。そんなね、生優しいもんじゃない。もうさすが、もうさっとやりますね。はい。何が、はい。参考になって、自分は何の行動するか。で、それで何の質問したいか。すごいね。ちゃんとやってくれますよね。うん。これどれ答えたいですか。ああこれね、参入障壁と、これそうですね、はいはい、じゃあ他は結構みんなピンポイントに答えてくれますね。じゃあもうこれ時間があったら細かくサクサク言っていくんで、でかい話としてはこの辺の話を回しつつ、はい、あとこの辺ですかね、大きい話では。はい、じゃあ行きましょうかね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうもです。じゃあ、ここから QA 入っていくんですけどね、できればですね、人間って宣言した方が身になるんですよね。なんでこの、議事録の下にチェックアウトっていうのがありまして、はい、ここに、はい、この今日のセッションで得た気づきから俺これやるぜって行動宣言やる方ぜひ書いていただくとですね、自らの退路を断つってやつですけれども、はい、になりますんで、はい、QA をやりながら、はい、よいしょ、いきたいと思います。まずは質問をですね、できるだけ受けていきますけれども、ここに書いた質問以外にも、会場からも今出た質問も拾っていきますが、当然先に質問を書いてくださった方をアプリシエートしたいので、こちらの質問からいきたいと思います。はい、そういう中では、この参入障壁は低いビジネスだと思うがってことを書かれた質問の方、あ、はい、どうぞ。2017期東京校の田部井と申します、はい、最初に誰でも始められるっていう話があった中で、逆に裏を返せば参入障壁が低いと思ってて、で、競争優位性をどういうふうに保持できているのかっていうところ、さっきヒントがあったかなと思ってて、そのデータの活用っていうところにあるのかなとは思ったんですけど、そこをお伺いしたいと思いました。はい、じゃあとりあえずデータの活用以外のところから答え始めましょうか、重松さん。すごいな。参入障壁は、高いか低いかでいくと多分低いんで、僕でもできたっていう話なんですけど、いやいやいやあとやっぱスピードのところと、もうベンチャーなんでもうスピードでやるのと、あとはもうその PDCA をどれだけこうくるくる回して、やっていくかっていうところと、あとはもうどれだけ早く、資金も集めて、もう優秀な人間集めて、マーケット早く抑えきるかっていう。なんか全然普通で、すいませんっていう感じなんですけど、はい、そんな感じだと思います。答えれそうな、はい。ああ、そうですね。はい、実は秋葉のところにはですね、パーク24、三井のリパーク、あ、そっか。むしろ大手が後乗りサクサクで来るという、ね。めちゃくちゃ来ますね。もう、はい、でも全く見ないでいいぐらい。ほう。まだ。はい。でも何がそれだけいくかというと、やはり。駐車場数がたくさんないと誰もユーザーさん来ないですし、駐車場稼働しないとオーナーさんも離脱するんで、はい、かなりこう両方高めていく必要があるのと、もうすごいお金がかかりますね。秋っぱもやっぱり十数億かけてやってきてるんで、大企業さんが参入してもそれぐらいかけながら、しかもエース級人材を張らないと厳しくなってます。でもベンチャーってエース級人材を採用できるので、やっぱりそういった意味でも大企業さんがメインのメンバーじゃなく若手でやってる中で、やっぱりいいメンバーが集めれるっていうところですね。なかなかね、はい、やはり差が縮まらないですし、大体の会社さんは半年ぐらい頑張るんですけど、そこからはもうやる気なくなっていきますね。じゃあ、次の質問ですね。シェアリングエコノミーの可能性、信用の可視化、所有の苦労を感じた。一方はあまりにもニッチなものは規模が取れないように思うが、潜在ニーズはどうやって把握していくかっていう質問を考えていただいている間に、僕がもうちょっと一応テクノベートの授業をさせていただいてるんで、さっきの参入障壁一応プロなんで解説しますと、参入障壁ですね、シェアリングエコノミーの場合は、典型的なのが相互ネットワークエフェクトですね。要は売り手がいるから買い手が来て、買い手がいるから売り手が来るっていうものなので、これをどう捉えるかっていうのが一番大事です。つまりさっきのウーバーの話、なんで参入障壁が低いかっていうと、地元の、タクシーの人たちが地元の人が使うっていうのがユースケースの9割だからなんですよね。でしかもタクシーって、呼んで5分以内に来れば別に構わないじゃないですか。でそうするとある規模感まで、増えちゃうと、そこから先の規模感が増えてもメリットにつながらないんです。でそれに対して、相互ネットワークエフェクトが効きやすいっていうのは Airbnb みたいにそもそもマッチングの範囲が広い、そこで生まれると強いっていうのが1個あります。あと2番目がおっしゃったようにデータを活用することでさらに付加価値の強いサービスを作っていくっていうことで、例えば Uber は分かりやすいですね。 Uber プール、単なる1人が使うっていうタクシーからデータを使ってこのルートで行くと、このルート上他の人も拾えるから、そうすると2人拾えばタクシーの運賃半分になります。でタクシーって基本的に3つ席空いてますから、できるだけこの3つを埋めれるようになってくると論理的に言うとタクシーの費用は3分の1になります。で実際サンフランシスコではもう規模の経済を取れてるんで、ウーバーも定額っていうこともやり始めてます。もうどんだけ乗っても3ドルでいいですと。でそれはやっぱデータが溜まってるプレイヤーだからできる大胆な割引で、逆に言うと割引が需要を生むからより埋めることができて、でシェアの威力を高めることができるっていうようなこともあったりするんですね。モデレーターあまり喋りすぎるなということでしたので、次の質問にさっきの戻したいと思うんですけれども、さっき言ったように信用のっていうのの大事さみたいなところからの話として、あまりにもニッチなものは規模が取れないと思うのですけど、潜在ニーズどうやって把握していってますかと。バランスですよね、スケールとニッチ。そうですね、なんか考え方かなと思うんですけども、逆にランサーズは広く総合型でやってるがゆえに、絶対こうカテゴリーキラーでやったらマッチングしないようなものがマッチングしてるんですよね。あともう一方でランサーズの場合で言うとですね、総合型で同じ一つのプラットフォームでやるとマッチングしないんですよ。なるほど。でどうやってるかというと、例えばロゴで言うとロゴのデザインに最適化したフローを作っている。だからロゴ作りたい人とエンジニアを募集したい人では見え方が全然違うようになる。個別最適してドミナントでうまくやっていくっていう考え方でやってるので、総合型だけど言いたいこととしては、ロングテールでマッチングする領域もあるよねと。ただ一定のボリュームが取れるところに関してはもう完全に専門サイトとほぼ同じような構造になってます。でプロセスを分けて、でガイドを作ってあげて、分業化がちゃんといくようにしてあげてっていうことですね。両方バランスでやってます。他のことありますか？なんかこれは喋ってたんですね。ニッチで本当になんでしょうね、それだけでニッチってあんまないんじゃないかなと思うんですよ。なんか例えばチワワがさっきのペットテックの人、チワワが好きだって言った時に、チワワ好きな人数限られてんだって普通に犬にすりゃいいとかですね、ちょっと大きくしていけば捉まえやすいサイズって出てくるに決まってるので、あんまりなんか単独で見た時にこれニッチだな、ダメだなってことはケースとして逆にないんじゃないかなと思うんですよね。だからそのバランスなんですけど、そのニッチかと思われたものから少し汎用度を出していけば、頃合いでマーケットを捉えるってことは簡単だし、あとは算数の世界で別に計算性が出てくるっていけないかなと思いますけど。じゃあ、ここからですね、あと5分ぐらいなんで、一問一答という形で今ここの議事録の中で質問を明確化していただいているので、手を挙げていただいて、僕の質問は誰に答えてほしいですということで、残り5分の中でぜひ聞きたいという方手を挙げていただけますか？あれ、意外といない。じゃあ先に挙げた1列目のその浅色の方、後ろからこの真ん中の列のその方で、その後ろの女性の方で、手前の方、この4問頑張っていきましょうか。じゃあ質問の方どんどんパッパッと質問だけいきましょう。前に書かせていただいて、質問名古屋港の2015期三浦田の名前入りで書かせていただいてるんですけども。見てもらえますかね、そこ。これですね、シェアリングエコノミー協会がどういうことをやってどういうことを目指しているかみたいなところをちょっとビジネスパーソンとして、じゃあ理事よろしくお願いします。後でまとめて答えますから。じゃあ2番目の質問の方、後ろの東京港の大石と申します。ありがとうございました。スペースマーケットの重松さんにお伺いしたいんですけど、すみません。結構シェアリングのところで法の規制とかっていうのが出てくると思うんですけど、さっきのライドシェアとかもそうだと思うんですけど、そことどう向き合っていくのかっていうのをちょっと教えていただきたいです。3番目の方、後ろの女性の方ですね。東京港の福田と申します。ありがとうございました。重松さんにお伺いしたいんですが、すいません。物のシェアリングについてお伺いしたいです。シェアリングエコノミー協会の会員リストを見ていても、物のシェアリングの事業者が圧倒的に少なくて、まだAirb みたいな成功例が全然出てない状況の中で、物のシェアリングの難所っていうのは何かっていうふうにお考えなのか教えていただければと思います。はい、じゃあ最後、その手前の、はい、ポロシャツの方。東京港石岡です。よろしくお願いします。寺田さんにお伺いしたいんですけど、名刺をこう集めるで、それでこういろいろな組織をコンサルするとかすごく面白いなと思って、それにこうビジネスってこう可能性があるなと思ったんですけど、逆に言うとでも個人情報っていうこの網をどう考えて、要はそこのデータって集めるのはいいんですけど、それを 10% じゃあ世の中に集まってきましたと。でそれをどう活用するのか、どういうふうにこう対応していくのかっていうのを、その法の対策っていうのをどう考えていらっしゃるのを聞きたいと思いました。はい、じゃあ残り5分なんでポンポンポンといきましょうかね、重松さん。はい。はい、まずシェアリングエコノミー協会何やってるか。はい。はい、まあ協会と、はい、そうですね。協会としては、まあなんですかね、やっぱ業界そもそもこのやっぱ業界をの認知をちゃんと高めるってことと、あとやっぱそのまあいろんな規制があったときに個社でこういちいちこうやっていくよりは業界団体を作ってまあ対峙して政府とかそういうところと対峙していくっていう方がまあ効率がいいんで実は作ってるというところがあります。で、あとはどういうあと法律云々のところでいきますと、まあやっぱりまあ民泊新法ですね。こここれからまあついに変わるんですけど、まあその辺のまあロビングでしたりとか、まあ基本的にはやっぱりそのまあこの業界の団体をちゃんと作って、であとまあ議連も作ってもらって、でそれこれはやっぱりちょっと日本的なやり方なんですけど、まあそこでやっぱ作っていくしかないっていう感じでやってます。はい、あともう一個なんでしたっけ、物のシェアリングは、はい、物のシェアリングがなぜ少ないか。物のシェアリングのところでいきます。今ラクサスさんとか、あとエアクローゼットさんとか、はい、なんですか、まあ B2C か B2C2C みたいな、うん、それはまあすでに洋服のシェアとかカバンのシェアとかっていうのがあって、まあ、あとやっぱその保管とかなんかその辺がまあ大変なのかなっていうのはまあ聞いてて、なので運送会社と組んだりとか、そういうなんですかね、査定の会社と組んだりみたいなのはまあ彼らでやってますと。で純粋ななんか物の貸し借りのところでいくとオランダとかにピアバイっていうプレイヤーがいて、そこはかなり稼働してるんで、まあ、チャレンジする価値はあるかもしれないですけど、まあなんかもうメルカリとか、ね、あとあれですねジモティがなんかその役割を果たしてるような、はい、おっしゃる通りでシェアリングという言い方をしてないだけで、実はメルカリで買って、また売ったらその差分がシェアリングって話があるんですよね。そうですね、はい、で実はこっちの方が市場として気軽、なぜならば利用期間とか気にしなくていいし、本当に欲しかったら持てるので実は気軽なんで、実は売買自体がシェアリングであるという、まあ、考え方はすごく大事だと思います。すいません、はい、で最後の、次の質問ですね、最後、はい、寺田さん。クイックにですね、まあ個人情報ってお客さんから情報を預かりしているので、それは法と契約に基づいて管理をしていくとも当然の話なんですけど、まあ一方でその大量にあるもの自体は統計データとして扱っていくことによって、そこから示唆が取れて、それをお客さんのデータと当てて意味あるインサイトを返していくってことは全然問題ない話なんで、まあこれだけ量があると統計データとして分析していくことによって十分インサイトが引き出せるってことが回答ですかね。はい、はい、ありがとうございます。確かにですね、どうしてもやっぱりこういうパネルセッションすると、まあ、法の話とか規制の話、またはやっぱり住民の方の反対の話とかっていう、どうしてもそのプロテクトをどうやって外していくかっていう話多いと思うんですが、やっぱり今日パネルの方々、実践している方々の話聞いて、めちゃめちゃ細かいところにいろいろチャンス広がってるじゃないですか。だからやっぱりまずトライするっていうことが僕はとても大事だと思っていて、でそれは個人のレベルでも、そのさっきの話、会社のグループ秘書をですね、まずランサー使ってみようよっていうことだったりとか、じゃあちょっと会社のミーティングをキッチン付きのとこで非日常でやってみようよみたいな話だったりっていうレベルからも全然変えていけるし、じゃあそこを企業のレベルで組み込んでいくことで固定費を下げたり、まあ、ないしは最初に踏み出す費用、さっきの駐車場の話みたいに、まあ、敷例なしで新しいビジネスを駐車場の中でトライできるよみたいな観点で敷地を下げるプラットフォームとして捉えるっていう考え方もありますし、まあ、そして何よりもですね、まあ、今日ペットの話だったりとか、まあ、新しい起業のチャンスっていう話もたくさんあるので、ぜひこのプラットフォームというものをですね活用して、皆さんがもう明日から変わっていける、ね、まずは行動っていうことで皆さんのきっかけになればと思います。今日は本当にありがとうございました。